久保さん、今回資本金1万円にしましょうか久保さんなんか10万円らしいですけど僕1万円なんですけど1万円です <laughs> まあ久保さんほどもね全然まだあの売上は上がってないですけど <laughs> まあ1万円以上以外は売上は上がってますねうんまあ今ねあのね昔は有限会社300万からだったかな株式会社1000万だったかな まあ何,十十何十年前の話ですけど今ね1円でも起業ができるというかね、まあ、投機できるというかまあお金なくてもいけるのでやっぱあのまあそういう仕組みというかうーんまあ会社経費というね、まあ、そういう、まあ、節税なのか何なのか分かんないですけどそういう仕組みがあってまあ許してくれてるので経費っていうのをね。 まあ、あと税理士さん次第だとは思いますけどこれは経,経,経費にならないとかねなるとかならないとかそれは税理士さん次第だと思いますけどまああの自分でビジネスをするしてまあ経費計上みたいなのもありますのでうまくやればあのうまくあのやれるかなというとこなんですけどもあのただまあねその経費もね、まあ、会社勤めの人は ね、経理の人にねこう経費で落ちませんかみたいな感じで、まあ、やってると思うんですけど自分で稼ぐっていうのはいや経費計上する経費も自分で稼がないといけないので <laughs> 結局のところね <laughs> 経費で計上してるけどねあの自分で稼ぐっていうねその経費分も <laughs> でも会社勤めの人はなんかその経費は会社が持ってくれるみたいな感じじゃないですか、うん、なんかイメージとしてはね うん、まあ自分で稼ぐっていうのは大変ですけども、うん、まあんだろうな、うん、やっぱ給料をもらうというよりステージから、まあ、自分で人生の経費ですね人生の経費をしっかり稼いでいくっていうね、うん、みんな人生の経費を、まあ、もらってるみたいな、うん、給料もらってるみたいな。 自分の人生の経費は自分で稼いで、えー、自分で好きなようにその経費が使えるようになればいいんじゃないですか <laughs>、うん、まあ難しいですけどねなかなかん僕もんなんだろうなまあ昔十何年会社勤めやってましたけどまあちょっと特殊だったんでね僕は。 会社勤めだったけどほぼ責任が僕にあるっていう売り上げの責任が僕にあるっていうところで、まあ、部長自体からも部長自体からももはや従業員の給料僕が振り込んでましたからうんうんだからなんだろうな、まあ、ちょっとねちょっと違いましたけどね他だからまあ、うん、普通のなんか給料をもらうという感覚で働いてなかったっすからね まあもし給料をもらうという感覚であるならば売り上げが足りなかったら会社に泊まってずっとやるっていうことはまなかったでしょうねまあ給料をもらうという感覚の社員はあの吉谷さんが帰らないから帰れないんですよみたいなね <laughs> お前の給料どっから発生すんねんっていうね <laughs> まあ別に僕は経営者ではなかったけどもうんまあでも今今の時代っていうのはやっぱ給料をもらうというマインド では多分生き残っていいけないかなかとこれはトヨタのんなんか会社の会議とかも今 YouTube でねこう乗っかってるんだけどもやっぱ一人一人が経営者というか、まあ、そういうマインドというか考え方じゃないとダメだよみたいなこと言ってたんですねトヨタ社長もうん。じゃないと多分これからの時代は生き残っていくのは難しいと思いますよ。うん、これだけ時代が変わるしだってね あのまあ、もちろん IT で、まあ、リモートディスクにすぐその変化できる会社はいいけどじゃあ全部がそのなんだ変化に対応できるかっていうと、まあ、飲食店とかはちょっとむずいじゃないですかだから一人一人が店長とちょっときついんでちょ,っとあのちょっとネットでこういうことやってみましょうよとか,なんか一人一人がその経営者というか。 どうやったら会社の売り上げが上がるとかどう,どうすればよくなるかとかそういうことを考えて率先してできないとまあ組織にいても難しいのかなと思います。まあ、というねあ日本のトップの企業でもそういうこと言ってるわけですからうんまあ一人一人が経営者というか一人一人がやっぱ自立して組織にいたとしても組織のために何ができるかっていうね自分の給料が少ないとか多いとか自分のことではなく 結局組織が順滑に回ってサービスがこう売れれば売り上げが上がって、まあ、そ,のそれが給料として入るわけですから結局自分のことより組織にいても組織のことを考え,考えれる人じゃないと生き残っているのは難しいのかなとで逆に言うとその組織のことを考えてくれる従業員であるならば組織は大歓迎だろうしいただし自分の給料少ねえともっと給料上げるふざけんなって言ってるやつは。 まあリストラしたいだろうしねまあまあ結果で出してればいいですよ結果を出してれば別に猛タイなんだけども結果も出さずねい,いてもいなくても一緒なあの社員がね不平不満言ってたらそんなやついらないですから <laughs> リストラ対象ですようんやっぱ危機意識持ってねやっていかないと、まあ、これからの時代っていうのは生き残れないんじゃないかなとうんまあ僕はまあ組織にも入ることはないですけども 組織にいたまあそういうなんか、うん、特殊なポジショニングというかねだったんでうんだからそれがまあ良かったですよねそれがやっぱ今に生きてるなっていうのはすごく感じますけどねうんまあサラリーマンとしてサラリーマンではないなもうあれはあれはサラリーマンではないですねまあ最終的に社長にまでもグループ会社の社長にまでもなりましたけども まあ、危機意識を持ちましょう。いってらっしゃい。